はい、ドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイのパート13です。やっていきたいと思います。さてさて、引き続き、盾探しやっていきたいなと思います。とりあえず今明らかに使わないものはしまおう。足場に使ったりするんだよな。骨系も閉まってしまったと、小麦もいいか。この辺そのまま壊ねえだろう。一度拠点に帰って、まあアイテムとか、揃えて、なんかこれ間違ってこっちじゃん、やっちゃな。拠点に帰って、いろいろ用意しよう。みんな飯食ったのかこれ。何も入んねえ。なんか料理とか作ってくんないのかな。とりあえず、種探しやっていきましょう。死体の方だね。よし、行きましょう。死体の西にリーパッド。おいらこの死体の西でリーパッドを見たっちゅ。俺らが見たところ、そのリリーパッドは何か悩みがあるみたいだったですね。お探しの日々とは関係ないでちゅが、もし気になる機体の西に行ってみるでちゅ。なるほど。で、さっきはすみませんで手やした、まさかオゼルの方があれほど強いとは。あなたは普通でしたけど、失礼だな、お前。もう一回やるか、お前。ところであなた、この機体にある、高台の家には行ったでやすか。そこにはメギラって魔導士がいて、畑作りに役立つ特別な壺を持ってるらしいんでやす。ああ、言ってたな、ね、副所得。元副所得。もし興味があったら、ここから南の高台の上 にある家に行ってみるでやす。俺はあそこが気になるんだが。ちょっとあっち行ってみよう。あ、てか、あっち目的地っぽくね。茨ちょっと集めていくか。一応ね。あ、窓ハンドいるし。マドハンドだ。お、これは光源のもと。お、ロピル、そこに何かあるのか。どうするんだべ。あの光ってるとこ掘ってみるか。カネを見つけてワンワン。犬は何か見つけて吠えることがある。吠えてる場所に行って地面を掘ろう。なるほどね。L2 を押しながら、R2 で掘れる。光ってる光ってる。お、これか。お、手に入った。あ、でも来たんだな。よくやったぞ、鍋、ペル。その他ね、参加したらキビの種だよな。よかったじゃないか、見つかって。それにしても、水の中に埋まってやがったな。なんでまたそんな妙なところに？キビの種は確かに認識ここにいるんだったな。もっと死体を歩き回ってみようぜ。そうすればワンクが見つけてくれるかもな。なるほど。いいね。
よし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 。これはしまおう。今13あるよ。もう他にも見つけたら覚えてくれるんでしょ。軍隊ガニ。お、カニの爪。なんかに使えるだろうこれ。料理できるかな。よしよしよし。よしよし。お、また見つけたのか。いいね。よしよし。ヘリやるな。宝箱？こういうのも見つけてくれるんだ。あ、キャベツの種ですね。あ、リリパッドがいる。おお、人間。強打の瞬時にした、生き生きしたからだな。な、誰なんだ、お前は。おお、お前ビルダーなのか。農園で新しい大将育ててる？キビの種について知りたいって？キビのことは知らねえが、ものづくりが得意なら一つ頼まれてくれ。俺はリリパッド族として草たちを緑の草原にしようと、地道に活動中なんだが、緑を作る草原のもとをハーゴン教団のマドハンドに奪われちまって、どうにもこうにもいかねえんだ。結構集まってるよ。頼む。北にいるマドハンドから草原のもとここほど取り戻し、俺のそばの草たちを草原に変えてくれ。あ、なるほどね。ちょうどここあるじゃん。ここでね。はい。これはいいな。どうだ。おお、草原のもの元とやらを負けたんだな。これで願いを叶えたはずだ。リリパッドに教えてやろうぜ。よっ。おお、腐った土を草原に変えてくれたんだな。いいな、やっぱ草原はいいな。草原の元を地面に巻けば、その名の通り、そこが緑の草原になるぜ。ついでに土もきれいにできるのさ。昔この島には大ミミズがうじゃうじゃいてさ、草原をジャカスかホッツが作ってたもんさ。草原の元と何か素材があれば草原団子ってのが作れるらしい。そして草原がドカスかできるらしいぜ。おお。そもそもこの島はリリパッドとオオネズミ、人間、そしてオオミミズが長く暮らしてたんだ。でもってよ、そこにイニシエのビルダーも一緒にいたらしいぜ。まあもっともお前みたいにのほほんとした顔じゃなく、凛々しい顔のビルダーだったらしいがな。この島は昔あった大樹が枯れて今の有様になっちまった。なあビルダー、お前が島を冒険中にもし大ミミズに会ったらよろしくさせてくれ。いつかまた大ミミズ族がこの島を緑でいっぱいしてくれることを、リリパッド族は夢見てるってな。でもミミズいるけどね。お、まさか団子？あ、団子出てきた。もうひらめく。回収早いな。なんかあるかな。あー、そうそうだな。柵もらっていこうかな。なんかある。
また見つけた。おお。ん、これは。料理焚き火だ。もらっていこう。ここもう端っこだね。だいぶ。オーブ欲しいよな。これ回転切りやないと普通に剣とかも強いよ。よし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 。よし。今何か持ってた？あ、もがき久しぶりの。お、なんかいる。やれっか。わっ、わっ、スクルト。これ地獄の始めだよね。あ、シドが強い。いけしろ。いいねいいね。ハスミ打ち。硬っ。でもこれはいい敵になりそうだ。あ、一発でかカニ増えた。よし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 。いい経験値になるな、これ。よしよしよし。おおお、マイクラ風な。戦いに行き。俺野菜炒め持ってねえんだな。あれ回復量割といいからさ。シド強いな。もうちょい。オッケー。なんだ。
あ、これで開くの。亀の甲羅、あ、防具じゃん。あ、じゃあ向こうにいたオークキング、オークキング、聞こえなかった。オークキング倒しても何か閃くかもしれないな。出て頑張ろう。こんなかなんかいいね。お、なんだ。よくわからんで押しに入ってしまった。なるほどか。で。ん？小麦20個。うん。ああ、でもあっちに置いてきちゃったな。じゃあ、後でだな。どっから入ってきたんだ、これ。なんかある。ドラキー島でも赤。なんか三つ重ねるととか言ってたから、あと一個だな。防具作りたいね。あの防具って仲間にも装備させることなんのかな。よくわからんとこに出てしまった。ん？ああ、これでは水が満たされないから。それ調整しろってこと。とっとっとっと。後ろだろ。あ、そう、危ねえ。ハサミどもめっちゃ集まってる。あれ？あ、いいの？俺はここも満たすのかと思ったよ。勝ってる、勝ってる。めぐぞ。いってこいつ。よし、ケーキでいけたこいつ。カニ、食料食料。行って。また来た。逃げよう。
見つけたら行きたくなっちゃうじゃん。脱線しまくりだけどさ。あれ、これ茨ってもしかして貼っとけばさ、トラップになる？ん？じゃないのかな？とととととと。よし。お前その嬉しそうな顔、目的のキビの種を25個集められたんだな。ところでこの出地帯に来た目的は、キビの種集めとメギラとかイエスから壺をもらってくることだったはずだ。目的のものを全部集めたら一度村に戻ろうぜ。OK。なんか、強敵を倒しても、武器のレシピ、装備のレシピをね、選べることもあるんだね。いまだに盾のレシピとかひらめてないからな。これ今どういるんだろう。ああ、ぐるっとまたこっちに来たんだ。なるほどね。じゃあ目的の方へ行きましょう。もうちょっとでレベルも上がりそうだな。この上か。え？あ、これもやっぱ強いモンスター使い。やろうやろう。毒とかなりそう。あ、やっぱ毒。あ、でもこいつさっきのより楽かも。結構強いもんな。もうちょっと戦える仲間が欲しい気もするけど。よし、レベルも上がった。スタミナが上がった。へえ。あとはレシピをひらめいた。毒針、攻撃力20、相手を刺させることだ。へぇー。あ、今のがあれを倒したことによる要素。向こう岸があるな。あそこに橋がある。へぇー、結構でかい島なんだな、やっぱ。で、この上に目的のものがあると。攻撃力20っていうと、エバラの剣よりは攻撃力下がるんだ。その代わり即死の効果があるからね。こいつか。何ちゃっかりこじゃれてに住んでんだよ。水門か？あ、水門だ。へえ、すげえ。わ、すげえ生意気にもかけなんか機能的な家に住んでやがる。なんか、なんか見やすいし。欲しい。でももらってっちゃう。いいね。
おう、哀れな子羊よ。今日も元気に破壊活動していますか？ん？確かに私がメギラですが、特別な壺を取りに来たですって？その前にです。あなたたち、匂います。私の花はごまかせませんよ。正直になさい。あなたたち、作物を密造していますね。はい。なんと正直な。教団の教えで物作りが禁じられていることを知らないのですか？まあいいでしょう。そういうことならあなたにはまず作った野菜を教団に納めてもらうことにします。野菜を納めれば褒美としてこの家にある小汚い壺を差し上げましょう。さあ何はともあれ小麦を50個私に届けるのです。そうそう、もしも一度どこかに帰るつもりならそこの導きの玉に触れておくんですよ。導きの玉どこにある？あんの？え、あんの？あった？そこと導きの棚？ん？どこの導きの棚？あった。よし。一旦帰りましょう。まあ時間もいい感じなんでこの辺でね一切りにしてもいいんじゃないかと思います。じゃあとりあえず拠点に一回帰りまして、サトウキビ大量に持っていきたいなと思います。あと、あわよくばね、あの亀の甲羅、作って装備したいですよね。そろそろ防御が必要だ。はい。では、ドラゴンクエストビルダーズ実況プレイのパート13、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれな。